で今日の話は早速じゃあ始めさせていただきますけれども、我が国の国柄っていう話で一応はその、お伝えしてあるんですけれども、その話をしようと思ったのはですね、私もその今から7年前になりますけど、35年ほど医療現場に行って、それでその、患者さんたち、あるいはそのご家族のその変遷というのを見てきたわけですね。ちょうど昭和56年に現場に出たんですけれども、まあ、その当時のその患者さんというのは、先天性の子どもの病気、あるいは、子どもの一部の病気を除くと、ほとんどは大人の生活習慣病だったわけですけれども、そうするとその人たちっていうのは大体明治生まれか大正生まれがほとんどだったわけですね。もちろん中には若い人もいますけれども、大方は基本的に自分の親の世代、あるいはそれ以上っていうことになると、まあやっぱり大正あるいは明治っていうような人たちが多かったわけです。でそういう人たちっていうのはですね、ここで間違いないようにちょっと強調しておきたいんですけど、昭和の一桁生まれと大正15年の生まれの人とは全く違います。つまり大正15年より前ってことは、いわゆる停戦、昭和20年8月15日の停戦の時にはもうすでに成人してた人たちです。ということは自分のその行動というのは自分で責任を持ってた人たちですね。昭和生まれの人たちというのは基本的にまだ成人してませんので、そこはだいぶね意識が違うんです。だから昭和の一桁の人たちがよくその我々は戦争世代だというけど、子供で戦争を経験しただけであって、別にその自分の責任でもってその、自分なり家族なりを、どうこうしたってわけではないんで、やっぱりそこは完全として見てるとだいぶ違いますね。で、その大正の例の以上の人たちっていうのをちょっと簡単にお話をしますと、一言で言うとやっぱりその生活の中に武士道っていうのが入ってます。この武士道っていうのも、皆さんどのように理解されてるか、人によるでしょうけども、武士道自身はその、江戸時代の中期、ちょうど佐賀の、山本城長という人がですね、まあ体系化したというか文章にしたものですけど、武士道自身の発想っていうかその考え方というのはもちろん平安時代からあるわけです。平安時代から決して武士道と名前を付けたけれども、これは武士だけのものではなくって、少なくとも江戸時代ではですね、その身分上その死の保障っていうふうに分かれてるとは言いながらですね、農民だってその武士にもなれたわけですけれども、そういう時代の人たちはその武士に限らず皆その武士道という考え方を身につけていました。でこの武士道というのは決してその何でしょう、後にそれこそ糸で稲造がね英語で書いたああいう、立派な本として世界には広まりましたけれども、我々の先祖の、感覚でいうとですね、何があっても慌てない心得です。一言で言えば武士道というのは何があっても、慌てない心得、これが真髄ですね。だから武士道っていうと、その場合によってですね、例えば江戸時代だと徳川幕府によってうまく利用されて、そのいわゆる上の者から見てその、いわゆる公認大鶴とかそういうその何でしょう、まあ、要はその上にとって都合のいい、そういうような発想とは違います。自分自身の問題なんですね。自分自身の問題なので、何があっても慌てない、ここが非常に重要ですね。それともう一つやっぱ感じたのはですね、やっぱり明治大正っていうと、その1894年から95年の日清戦争、1904年から5年の日露戦争、そして1914年から18年の第一次世界大戦、そして1941年から45年の、ね第二次世界大戦、我が国ではですけども、そういうふうに戦争が必ずあった。そういう中でですね、特にその両親も大正時代の生まれでしたけれども、
生き残ったことへのその、まあ、罪悪感とまでは言わないんですけれども、やっぱり身内も亡くなってる、友人も亡くなってるっていう中で生きてることへのその、まあ、感謝ですね、一言で言うと生きてるのが当たり前でないんだって、この感覚が非常に強いんですね。だから生きてて儲け物っていうような意味で、その生きてることが当たり前ではないというその出発点が全く違います。だから例えば病院でその病院というとですね、もちろん、患者さんにしても家族にしても、助かりたいからやってくるという場合が、まあ、多いわけですけれども、そういうようなその、場でもですね、当然人間ですから病院に入ったら安全というわけじゃ決してなくて、救援はいくらでもあるわけですけど、そういう場合でもですね、あるいは予定の手術でもですね、まあ、その事態というのは当然起こるわけです。あの我々っていうのはその、後で話しますけど、複雑系の中で生きている複雑系の、まあ、ものですね。ですから何があるかなんていうのは我々 の、 その限りある知恵では分からないんですね。でそういう中で、まあ、不測の事態が起きた時にそれをあのいかにその自然に受け入れるかっていうところにおいて今とは全く違います、違いましたですね。今カオケになっちゃった。でそういうようなその、まあ、いわゆる大正明治生まれの人たちを見てるとですね、まさにその、例えば病院でそうやって職員自体でね、あの表から入って中から出てくるようなことになっても、その家族も、まあ、取り乱したりっていうようなことはあまりなかったわけです。なのでそのすぐ見てると、まあ、こちらもね、あの及ばずながらという気持ちもある反面、まあ、その心の平安を保って、ね、行かれてるっていう意味で、まあ、よかったなというふうに思うんですけど、今だとですね、それこ そ、 その私が最後に働いてた病院なんていうのはもう一応最終病院的な役割もあったもんだから、もう不思議なことにですね、入ったら必ず生きて帰れるものと信じてるみたいなんですね。だけど我々なんてただの人間ですから、できることなんて限られてるわけなんですけど、それでそうやってその病棟で急変がありましたって駆けつけるとですね、まあ我々の患者じゃなくてその院内の救急コール体制というのを作ったもんですから、まあ緊急コールにで呼ばれてですね、まあ飛んでいくとですね、そのまあどう見てもこれはもうちょっとね、手の残しようがないなというような場合でもですね、まあ、一つは医者の問題もあるんですけど、よく聞くとですね、医者はまだこの人がこの病院で死ぬかもしれないという話をしてないんです。で家族も、まあ、どうしたことか、そうするとそういうことを考えないようにするみたいで、そのおさらばやったらその高齢者がですよ、だって普通にだって亡くなってもおかしくないのに、それがその絶対に生きて帰れると信じてるみたいで、もうその蘇生措置を無理にやってもですね、まあ、あのちょっと厳しいなというところで、まあ、一応形をやるんですけど、それでもダメでしたというとですね、我々としてはしょうがない、ご愁傷さんって帰ろうとするとね、もうそこから急に修羅場になっちゃうんですよ。ギャーって声が聞こえて、なんで隣の間まで来て死んじゃうの、おじいちゃん92歳とかね。だからいや本当それで、ね、今だから笑いますけど、当時はですね、本当その昔を知ってるだけにですね、その嘆き悲しむ家族を見てですね、一言で言うとやっぱり気の毒なんですよ。だからもしこれがですね、例えば自分 の、 あの親の世代が家族だったら、あどうもありがとうございましたって、何事もなく済むわけなんですけど、それをそのわずかその40年も経たない間のギャップですね、まあ、これはまさにその戦後、ね、アメリカ失礼、連合国軍最高司令官総司令 GHQ の、日本人骨抜き洗脳工作の成果です。だから今日本人の国柄といった場合にですね、遠い昔例えば情報の話しますとかって言ってもね、縄文というと、まあ、最後の庭園村とかこの福島というのはね、あの縄文の遺跡がたくさんあるから、まあ、それでその、昔の人と意思をつなぐことも、ね、できますけれども、決してその遠い昔じゃなくて、わずか80年に満
たない前と今とでこれだけ違うわけです。我々の、ね、普通のその、自分と称するもので大体80年でしょ、女性で88歳ぐらい。だから一人の寿命の間にそれだけ変わっちゃうわけですよ。まあある意味では崩れちゃうっていうんですけど、でその崩れちゃうっていうのはね、やっぱり非常に良くないんですよ。今のその例えば、ね、今その幸いにも私の前に赤尾氏がですね、自治問題、ね、参政党を通じた自治問題と、それから手本にすべき江戸時代の話をしてくれたので、それで、そこにあの、まあ、引き取って話を続けるとですね、今の例えばその新コロちゃん騒動に例を借りるとね、あれ一番の問題は、もし皆さんがですよ、皆さん、ここにいる皆さんというんじゃなくて日本の皆さんですけども、日本の皆さんが自分の務めを果たしたらば、今よりずっといいところに行くとちゃんと確信を持ってたらば、何の問題もない。何の問題もない。だって、死のうが休業が関係ないんですよ。でもっと極端に言えば、我々の寿命なんていうのは病気やね、怪我で死ぬわけじゃないんです。人間の死に方っていうのは病気か怪我か、自殺か他殺か、この4つしかないんですけど、関係ないじゃないですか。どっち転んだって同じところにいるんだから。で、そうした場合に、そうすると、何がないか。不安恐れです。不安恐れがなかったらば問題は生じないわけです。で例えばもうみんなこう想像力が豊かであったり、あるいはそのお前のことを覚えてたりしてね、まあ、生きてるのも 大事です。今世の課題を解決しないといけない。でもそうじゃなくて、それが終わった時にちゃんと帰れる、もうすぐそこにですね、そのなんていうの、桃源郷が見えたらば別にいいじゃないですか。コロちゃんなんてそれがかかってね、亡くなる人もまれています。今ね、全世界で大騒ぎしてますけれど、大騒ぎしてましたけれども、亡くなる方は全世界でしょ、日本よりも一桁多い全世界でもたったの1年間換算3000人に1人なんです。76億人のうち、この3年間でですね、コロちゃんで亡くなっている方は1年換算で3000人に1人です。3000人に1人、 WHO の、今日のホームページ見てみたけど、たった3000人に1人です。で、普通に考えた場合、人間というのは死なないと次がこう疲れちゃうから、例えば日本で言えばですよ、90人に1人が死ぬわけですよ。90人に1人ね、ところがコロちゃんで毎年死ぬ人は1万人に1人もいないんです。だからまあそれはもちろん情報操作されてるっていうのもあるけれども、もし死ぬことが当たり前だ、ね、ここにいる人、この中で死なない人、ひょっとして1人いるかもしれない、なんてことはありえないわけです。そうした場合にそれがあったらば騙されないわけですよ。結局人ってね、不安、恐れ、怒り、こういうのがあると騙されちゃうんです。だから騙されないっていうことが自分の幸せの第一歩なんです。騙されない。で、騙されないためには不安、恐れ、怒り、こういうのがないこと。だって考えてみてください。オレオレ詐欺ってあるじゃないですか。引っかかった方手を挙げてください。なんて決して聞きませんけれども、あれだってちゃんと基本的な原理があるんです。オレオレ詐欺。もしね、オレオレ詐欺っていうのは、あれ基本的に嬉しいこととか誇らしいことでは絶対ないわけです。その例えば息子から電話がかかってきてね、実は今回その国に表彰されることになったから、ついてはその服をちゃんとしたいので100万円くれっていうような騙しはありえないです。必ずとっさに思考が止まるような恐れ、不安、この場合は恥ずかしいもあるかもしれない。で、そういう必ずそのネガティブなことが前提にあって初めて騙されるわけですよ。だからそういうような意味でのその基本的なところっていうのを、もし昔の人みたいだったら、そもそもオレオレ詐欺なんていうのに引っかからないでしょうし、今回のコロチャンスことにも引っかからないでしょうね。だって考えてみてください。統計が残ってるところで
でいうと、その第二次世界大戦中の昭和19年と20年はその厚生省のデータがないんですけれども、昭和16年、17年、18年のデータというのはちゃんとあるんです。あれだけ大変だった。で、その中でですね、今の人口に換算して毎年結核で亡くなっていた人どれくらいいると思います？結核、結核というのは残念ながらバクテリアなので抗生物質がない、抗生物質はよく効くんですけれども、自力では必ずしも助からないんです。もちろん亡くなった方の比率はそれも少ないんですけど、その結核で、結核でって言った場合は若い人から高齢者まで亡くなったわけですけれども、これはですね、毎年今の人口に換算して30万人です。30万人。コロちゃんは毎年換算で今数だいぶ水増したけれども、それでも1年間に1万人ちょっとです。30万人ですよ。30万人毎年、そのコロちゃんと違って一応打つ手がない、コロちゃんの場合はウイルスだから自分で治る人がほとんどですけど、結核の場合はやっぱり人によってはね、残念ながら厳しいんですけど、この30万人亡くなりながら全世界を相手に戦争してたわけですよ。どうです、怯えて、もうこれは死ぬの嫌だっつってたわけではないんです。30万人こうやって隣でね、自分の家族も死んじゃうっていう中で、それでもちゃんと全世界を相手に戦ってたんですよ。で、この戦いぶりがあまりにも勇敢だったから、ね、連合国、特にアメリカがビビっちゃって、それで戦後の GHQ のね、非常にその、ある意味厳しい、つまり国際法を徹底的に無視した、その日本人の解体、思想解体をやったわけですけれども、それぐらい立派だったんです。どうです？30万人、うちの両親とも結核でした。だから父親が大学を中退し、母親は大学には行ってませんでしたけれども、結核、これぐらい普通だったわけです。不安、恐怖、恐れを持つような、その、成長が悪くとは言いませんけれども、その、なんでしょう、自分がどうして生まれてきて、生きて、それで他界するかということが、現実にないと、こういうようなおかしなことになっちゃうわけですけど、もう一つはですね、やっぱり重要なことは、物を考えることをやめないことなんですね。例えば今日もね、電車に乗ればですよ、電車ってことは国交省の管轄ですけれども、必ず、なお、新型コロナ感染症拡大防止のためにって言っても、何度も聞いてるか覚えているわけですけど、これね、その内容は置いといてです。もし国交省というもの、あるいは国交省の、管轄下にある、鉄道サービスというものがサービス業だということを忘れなければですよ。まず何をするか。情報のアップデートですよ。普通に考えて。情報のアップデート。つまり、今この放送を流すことは適当なのかということを常に考えないといけないわけです。仮にもね、本当のこと言えばですね、憲法の227条、強要罪に当たるようなことを堂々とですね、公共の、乗り物の中で言ってる、これ犯罪です。だからそういうようなことをね、言う以前にですね、この情報は今流すことに意味があるか、逆に悪いのではないかっていうようなことを考えないといけないです。サービス業ということであれば。サービスってことは、安全、安心が、もとなわけですから。だから、じゃあ、この国交省の元になっている文言はどこかというと、それは認識厚労省です。ただですね、厚労省っていうのは、やっぱりさすがに本当のことを知ってますから、逃げをちゃんと打っててですね、今日もですね、厚労省のホームページを見たらですね、ホームページですね、ちゃんといろいろ書いてあるんですけど、例えばですよ、マスクについてっていう項目があるんです、ちゃんと。で、屋外、マスクは季節を問わず、原則不要ですって書いてあります。これちょっと前から出てるんですけど、ちゃんと見破ってるんですよ。さすがになんでこれ出したかっていうと、熱中症で亡くなる人が出たからです。で、次、屋内。屋内はですね、これはね、表現がこういうふうになってます。
距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合を除き、マスクの着用をお願いします。だからこれは法律でいう反対解釈をすると、距離が確保でき、会話が、ほとんど行われない場合は、マスクは不要ですということです。だけど、その厚労省のガイドラインを に準拠している経産省、国交省、総務省、これはですね、アップデートしてないんです。省庁、官庁もその、ガイドラインに準拠して、勝手にですね、さらにそのローカルルールを作るというのは日本のその業界の特色なんですけれども、例えば旅行業、観光業、こういう宿泊、あるいは、施設、こういうところもですね、だから何段階かあるんですよ。例えばその厚労省の、厚労省の受け売り の例えば経産省でもいいですけど、経産省のガイドライン、それから何々業界のガイドライン、それから県のガイドライン、それから、市町村のガイドラインってね、これ不思議なことに勝手にみんな作るんです。で、感じられるようになるんです。結局、その何のためのガイドラインかなんてことは考えないわけですね。でしょ？だって仮にもですよ、人のその、行動の自由を制限するっていうだけでも大変なことなんですけれども、もっと言えば生存権を犯すことになるわけです。ね。で、そういうものに対して、これほど無責任に、この、なんて言うんでしょう、ものが言えるっていうのは、これすごいことでですね、ただしこれでですね、今日のそのお話としてはですね、怒りと逆の感情を持つことが大事だという話をしています。だから今ですね、この、これだけそのデタラメ、はっきり言ってデタラメです。これは別にその厚労省もそうですけど、厚労省と、まあ、その一体となっている政府ね、政府もこれもある意味すごいことです。我々は重要なことは歴史を生きているんです。先ほども彼女の赤星も言ってたけど、みんなが投票して選んだね、その国会議員が構成する内閣、あるいは首相、こういう人たちがみんなに票を入れてくれたにもかかわらず、皆さんの背中に向かってですね、鉄砲を撃ってるわけです。そんなことはありえないと思うから、今年の7月の参院選の投票行動を見るとですね、既存の9つの国政政党は、すべて鉄砲を国民に向けて撃ったわけです。すごいでしょ？もちろんね、ここでその暗く考えちゃいけない。だから、おかげさんってみんな早くしね。で、次のチャンスがそれだけ入るわけですよ。これからね、すごい数死にます。あれ死ぬって大事件、死ぬでしょうって言います。今の厚労省の数字ももちろん本当ではありませんし、だから、実はすごいんですよ。で、それって、おそらく皆さんの肌感覚でわかるでしょうし、いろんな病気が増えてるんですよ。それだけ見ると、なんかとんでもないことやっちゃったねって思うけど、いや、いいんですよ、別に。どっち転んだって、10万になるまでは死なないし、10万になれば死ぬんだから。だから、それで次もね、その頼むから早くしてくれてると思えば、幸せじゃないですか。我々老人がさっさと消えてって、それで、よりスカッとした社会になるわけです。どうする？いいでしょ？今のね、社会によって、戦前とは真逆で、強制っていうらしいんですけれども、弱い人を甘やかして、それで元気な人に自分の墓穴を掘らせてるわけです。私もですね、その65になると、一応、年金は、60、63、65って、まあ、その区切りによってその、65からもらうようになると、多少良くなるとかってね、あるんですけれども、年金、とりあえずもらってないんですけれども、年金ではなくですね、驚いたのが一つあって、介護保険の通知が来ているわけですよ。介護保険の通知です。介護保険の通知。これ私が介護保険のをもらえますかもらえませんかじゃないんです。介護保険を振り込んでくださいなんです。だから元気な老人は、そうでない
人に向かってお金を払い続けないといけないわけです。死ぬまで。すごいでしょ。自分で墓穴を掘ってるようなもんですよ。だからいいんですよ。でもそれも怒っちゃいけない。そうやってあのそろそろいいかなって気分になるじゃないですか。そしたら、まあ、今回ちょっとねいけてない世の中に生まれてきちゃったけど、まあ家族も自分だし、まあいいか。私はそう思ってます。だから決して払わなかったらし笑い話になるし、こうやって皆さんに笑い取れるんですもん。すごいですよ。だって私は事実を言ってるだけ。だからこの笑える事実を政府がやってで、政府というのは別にどこかからクーデターができたわけでもなく、国民の、ね、一応形の上ですけど、代議制民主主義で成り立ってるわけです。まあ実際は寂しい話でね、自民党得票率なんて2割ちょっとですよ。だって国民の有権者の半分が投票行動してないわけですから、ね、4人に1人が投票した人が一応それをなんていうの、国民で意思とは関係なく政府を動かしているわけです。すごいでしょ。だから議会制民主主義っていうけれど、それは立てないですね。で我々はだからそういう意味でなかなかすごい時代に生きているんです。ただそれもですね、重要なことは、だから私たちの民度の移し鏡なんです。決して政府がありで、よく言うじゃないですか、あの国民は一流だけれど政治家は三流。そうじゃないんです。政治家はあくまでも私たち国民の移し鏡です。ということは私たち自身に指を指す、あるいは私たち自身がちゃんとしないといけないわけですね。だからまあもちろん、ね、政治に関して言えば投票行動ですけれども、それ以前にですね、やっぱりその投票先が変わらなかったっていうのはね、あれ何が一番大きいかっていうと不安なんです。特に安倍さんがね、暗殺されちゃって、結局その変わることへの不安というのがものすごく強くなったわけですね。だからそういうような意味での不安、つまり理性的に考えればですよ、俺こうやってもう鉄砲で撃ってもらうの快感だからっつって動揺してんだったら分かるけど、そうじゃないんですよ。不思議なことに鉄砲で撃たれたけど、でもやっぱり入れようなんです。すごいですね。普通に考えると変なんですけれども、その変なのが今の私たち